2018年イルハン・オマルはアメリカ合衆国の政治家。2018年にラシダ・タリーブと共にムスリム女性初の会議員、ソマリア出身の難民として初のアメリカ合衆国会議員に選出された。ソマリア出身。8歳の時にソマリア内戦から逃れるためにケニアへ移動。4年間難民キャンプで暮らした後、1997年に 両親と共にミネソタ州へ移住した。ミネソタ州からアメリカ初のムスリム議員となったキース・エリソンの後継者として2018年の中間選挙でミネソタ民主農民労働党から会議員に立候補し当選した。反イスラエル職を鮮明にし、ワシントンの親イスラエル派の有力なロビー団体がアメリカの政治に影響力を振るっていると批判している。 イスラエルに対する批判については民主党内からも反ユダヤ主義的で不適切と見なされることもあり2019年の会議会では他国に対する米国の中世心やユダヤ人に対する差別的発言など歴史的にデリケートな問題について討論を活発にさせた2019年3月8日にはヘイトスピーチ全般に反対する決議を可決する原動力となり ドナルド・トランプ大統領は民主党は反イスラエル党になってしまった。反ユダヤ党だと批判した。2019年4月、ニュージーランドで発生したクライスト・ジャーチ・モスク銃乱射事件発生を受けて、アメリカ最大のイスラム人権団体、アメリカイスラム関係評議会演説を行った。演説の中では、イスラム嫌悪に触れ、随分長い間。 我々は二級市民扱いという不快感を強いられており、正直に言ってうんざりしているケアはアメリカ同時多発テロ事件の後に創設された。一部の人々があることをやらかし、我々全員が市民としての自由を失い始めたからだなどと述べた点は、多くの犠牲者を出した事件を過小評価しているとして、トランプ大統領をはじめ保守派から強い批判を集めた。 2019年7月14日、トランプ大統領はツイッターで民主党の非白人系の女性議員らを念頭に、元々いた国に帰り、犯罪まみれの国を立て直すのを手伝ったらどうかと発言。さらに翌日、ホワイトハウスで行われたイベントでも、報道陣に対し、彼女らは文句しか言わない。彼女らは米国を嫌悪する人々だ。ここが嫌ならば、出て行けばいいなどと語った。 この時点で特定の議員名を名指しされていなかったものの、イルハン・オマル、アレクサンドリア・オカシオコルテス、ラシダタリーブ、アヤ・ナ・プレスリーの4人は同日中に記者会見を開き、トランプ大統領の発言を批判した。トランプ大統領の発言は共和党内からも批判を招いたほか、ドイツのアンゲラ・メルケル首相も攻撃された女性議員に対して連帯意識を表明した。 トランプ集会では会場から彼女を送り返せ彼女を閉じ込めろと合唱が起こった。2021年2月、会員共和党はオマルが反ユダヤ主義的な発言をしたことを理由に所属委員会から除名を求める牽制的な動きを見せた。ありがとうございます。